皆さんこんにちは、浅川亀川流チャンネルの浅川です。今日はですね、スーパーラジコンに来ているんですけれども、いつものスーパーラジコン秋葉原店とは違って、見てください、こちらスーパーラジコン博多店となっています。本州出たの超久しぶりなんですけれども、今日ミニッツカップ、いやミニッツミーティングで今やってきたんですけれども、せっかくスーパーラジコンの博多店さんの方に来ましたので、スーパーラジコン博多店お店紹介の方行ってみたいと思います。それでは早速入っていきたいと思います。今回ですね、ちゃんと撮影許可はいただいています。それではこちらです。よいしょ、ちょっとじゃあぐるっと回ってみたいと思います。こっちの方から来てですね、まず最初はタミヤコーナーがありますね。スーパーラジコン秋葉原店と品揃えが同じぐらいですね。エキスパートビルドもありますし、キットの方もあります。あ、ちょっとこれ発売されてましたね。ホビーショーの時に、僕がすごい興味を示したスカッシュ版という4WD の、ランクルとかの、派生のものですね。ホイールベースが伸びたりとか、タイヤが大きくなったりとか、すごく走破性の高いもので、ノララジとかですごく今、注目されていて、僕が1回参加したんですけども、ラジコンサッカーの方では多分これいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、あとこう見ると、あ、ワイルドワンが、見てください、ブロックヘッドモーターズの、限定、限定じゃないですけど、ニューカラーのものが出て話題になったんですが、そしてこちらの方ですね、ノーマルの、ものも発売されました。復刻されました。こっちの方が欲しいって言ってる方すごく多かったので、これはすごく嬉しいんじゃないかと思います。で、結構なんかすごく品揃え多いですね。ワーゲンオフローダーもあるし、バギージャンプもあるし、ここら辺はあれですかね、最近復刻して秋葉原店でもあるんですかね。ちょっと最近秋葉原店の、在庫見てなかったんでわからないんですけども、ここら辺はちょっと秋葉原に帰ってからまた見てみたいかなというふうに思います。それでですね、ちょっとこちらの方にじゃあ続いて行っていただいて、やっぱこうすごいですね、スーパーラジコンというだけあって、もうパーツ類がものすごく専門店らしく集まっています。そしてこちらの方に来ていただくと、ミニッツコーナーになっています。まずこちらの方が新製品の MR04 エボ2ですね。赤モーター、青モーター、緑モーターとなっています。はい、そして、これは MR03 エボも一応1個残ってますね。そして下の方に来ていただけると、ミニッツ RWD レディーセットになっています。この中ですとですね、こちらの方が再販された NSX になります。すごくかっこいいものですね。はい、これは巨匠の広谷さんが多分要望はすごくあったんですけれども、作るのがとても大変なので、なかなかこうゴーサインが出なかったけども、ようやく出たということですので、またこれが今回、売り切ってしまうと次いつ再販されるかわからないので、レディーセットとか、あとオートスケールとか、あとホワイトボディですね、出てると思いますので、買えるときに買っとくというのがミニッツあるあるですので、買い逃しのないようにお願いします。そしてこちらの方ですね、はい、こちらの方もホビーショーの方で話題になった、GR ヤリスだったかな、になっています。こちらの方はミニッツ AWD として発売されていて、ホイールベースが M になっているマシンになるんですけれども、こちらの方ですね、サーキットなどでも最近走っている方かなり見るんですけども、この AWD として走っているのではなく、これは広谷さんがおっしゃってたんですが、ハイマウントにして、ぜひ楽しんでほしいということで、ハイマウントで走ってる人がすごく多いです。特に今回 MR04 が発売されて、03が結構余っているので、その03をこうハイマウントにしてこう走らせてるという人が結構いるので、ひょっとしたら来シーズンあたり、サーキット単位ではハイマウントクラス、ヤリスワンメイククラスとかというのがあるかもしれないですね。走っててすごく楽しい車だというふうに聞いています。はい、という感じで、あ、ファーストミニッツも出てましたね。こちらファーストミニッツの、シルビーコブラですね。はい、これもすごく昔 MR01 の時代に、出ていた、ミニッツの中ではほぼほぼ唯一なんじゃないですかね。オープンカーでドライバー人形が乗ってると。これミニッツの MR01 の時代の、車のレディーセットとか
オートスケール、オートスケールなんか僕も持ってるんですけども、オートスケールだとこのドライバー人形が後から取り付け式になってるので、こうオートスケールコレクションというのはこういうような完成品でケースに入って飾ってあるものなんですが、この状態の、シェルビーコブラの場合ですね、ドライバー人形が乗ってないので、僕結構貧乏症で開封するのがすごく苦手な人なもので、このドライバー人形が乗ってる状態のシェルビーコブラっていうのが実はあまり見たことがなかったっていう僕がもうあまりさっきとでもやっぱりパーツが細かいので、転ぶたびに多分ポロ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 パーツ取れちゃうので、あんまり走るのがウレタンの誤差と特にあんまり走らせられないっていうことが昔多かったんですが、それがファーストミニッツで発売されたということで、ボディ目当てでこちらのファーストミニッツ買う方今結構多いという話を聞いています。そしてこちらですね、よいしょと、こちらの方もシェルビーコブラデイトナクーペですね、はい、こちらの方も、ナロー系の、マシンということで、当時からすごく人気のあったものなんですが、これもファーストミニッツの方で、復刻されていますので、こちらの方も確かホイールベース M だったと思うんですが、ナロー系の、M に、乗せていただいて、ちょっと MM2 の、モーターマウント乗せられないんですけども、 RM のモーターマウントで楽しむと結構楽しいんじゃないかなというふうに思います。今の人は馴染みがないと思うんですが、クラシックタイヤという、ホイールが小径でタイヤが肉厚のタイヤが、はい、ついているものになっています。はい、という感じで、タミヤ売り場と、ミニツー売り場となっていて、で当然専門店ですのでパーツの方も充実しています。ミニッツのパーツはこちらにあります。ここら辺の方から、ケミカル類からパーツ類、4x4 ですね、ここから、サードパーティーのものがあったりとか、タイヤとかパーツとか品揃えが豊富になっています。はい、スーパーラジコンさんは本当に品揃えが多いので、お客さんもたくさん来る、でたくさんが来るがゆえに実は売れ筋の商品ほど結構品切れしているという、これもミニッツあるあるなんですけども、これだけ、商品たくさんありますので、九州地区の方はですね、ぜひスーパーラジコン、福岡店さんの方を利用していただければ、もう欲しいもの売ってると思いますので、ぜひ遊びに来てください。これで、スーパーラジコン秋葉原店から博多店と来ましたので、機会があれば次回日本橋店も行きたいと思います。というわけで今回はスーパーラジコン、博多店のお店紹介でした。